浅尾がマスクを外して選手に声をかけると、また若返ったと言われ注目された。吐けない時に先輩から指を突っ込めと言われ、便器に指を突っ込んだ。浅尾は吉見投手と会った時の印象を聞かれると、顔的に老けていると答えた。浅尾は板飯のことを、チャーハンのことだと勘違いしていた。病院で肩に水が溜まっていますねと言われて、水を飲みすぎちゃいましたと答えた。浅尾のトークショーでは前日の夜から女性ファンが駆けつけ、当日はパニックになるほどだった。テレビに出た浅尾に対して女性スタッフが、私凝視しちゃいましたと暴露した。浅尾は甲子園の芝生をしばらく触って、甲子園って人工芝ですよねと言った。浅尾は中日以外の球団は入団拒否する。仮に中日以外から指名されれば社会人野球に進むと宣言し、意中の中日から3位指名を受け入団すると、ドラフト指名会見では涙を流した。横浜に遠征に行くときに東京駅の新幹線に乗ったことを不安に思いながら乗っていた。スイッチの入っていない酸素カプセルから出てきて気持ちよかったと言った。